任天堂 DS で可愛い子犬と暮らしてみませんか。まずは名前をつけてあげましょう。マロン、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 マロン。名前を呼んだら喜んでやってきてくれます。タッチペンで可愛がってあげましょう。次は子犬と仲良く遊んでみましょう。このようにグッズを使って子犬と一緒に遊ぶことができます。遊び疲れてお腹が空いたら餌をあげましょう。さて次は子犬のしつけをしてみましょう。伏せ、伏せ、伏せ、伏せ。このようにして芸を教えることができます。伏せ、ゴロン。教えた芸を披露するドッグコンテストや障害物競技のアジリティ、またフライングディスクで競技を行うディスクドッグなど、さまざまな大会に愛犬と一緒に出場することもできます。子犬との生活には慣れてきましたか？次は家を出て外へ散歩に行ってみましょう。今日の行き先は近所の公園です。公園にいる他の犬と一緒に遊んでみましょう。他にもシャンプーしたり、子犬にアクセサリーをつけたり、おしゃれをしてあげることもできます。子犬と一緒の楽しい生活、あなたも体験してみませんか。任天堂 DS、 任天ドッグス、3つのパッケージから選べます。